本日のゲストは女優の広瀬すずさんですどうぞよろししくお願いします。しします今日は広瀬さんにインスタックスミニエボに合わせてクラシカルな衣装でミニエボを見せながらちょっと皆さんにポーズをとっていただいてよろしいですか、はい、ありがとうございます。 感じです。はい、3枚取っていただきました。おお可愛い,い3枚ともこう。赤くも全然違う感じになってますけど。<laughs> でもちょっとこれだけ。これ絶対これ！私の手ですよね。何映っち,ちっンが映ってますけど、どれかお気に入りの1枚選ぶとしたらえー。でも1枚目に取ったこれですかね？あ、オーナメントですね。 エクトは何と何で撮っていただきましたかちょっと白くか、かなんていうか全体見るとそんな強くならなかったんですけど寄った時に急にこうちょっとぼやっとしたピンがこうパチッと合わないって書いてあるやつある <laughs> <laughs> パチッと合わないっ <laughs> ていうかちょっとこうぼかしぼかしぼかしですねぼかしですねなるほどでレンズはレンズ何にしたかな,な とトロあとレンズがぼかしですね。<あ>レンズがぼかしで, <laughs> で興奮して何も見ずレンズが <laughs> <laughs> 楽しい夢中で撮るよ、ね、うにな、ね、レンズがぼかしでフィルムがノーマルです、ね。あそうですそうです。はい、あのこのインスタックスミニエボで、あの自分の今の楽しい感情であったりとか撮ってるもの、そして人と一緒にこのエボで共有する楽しい時間をこれから。 冬、クリスマスも含めて楽しんでもらいたいなと思いますぜひ皆さん使ってみてくださいよろしくお願いしますまもなくまクリスマスというところなんですけれども今年はどんなクリスマスにしたいとかございますか今年はですかチキンを食べないでごめんなさい普通の答えででもあの結構現場にいることが多いのでなんか現場の中でいつも なんかキャストの誰かがポってチキンを買ってきてくれたりする時もあるんですよなのでなんか何とか食べれてたりするんですけどちょっとお家でゆっくりできる時間もあったらいいなと思いつつ映画に最近ハマっていていっぱい見てるのでチキン食べながら映画見てとかゆっくりしたいなって気持ちは少しありますありがとうございます <laughs> 今年まあクリスマス、今お伺いしましたけれども、えっと、もう今年も12月に差しあの来月になるというところで20、2021年、振り返って、どのような年でしたでしょうかそうですね、なんかいろんな自分自身のお芝居のことであったりとか、なんかちゃんと向き合えた1年だったなと思いますね。ずっとと楽しいことだけが もちろんいい意味でありがたい意味であのちゃんと直面する現場に立ち合って出会えた自分には何が足りないのかなとかいろいろ今の自分自身を見つめ直せる時間があったのですごくこれからどうしたらいいのかなとか何がしたいのかなっていう考え直す ことがに気づけた一年でした。